下山純一郎は、1853年、尾張の国、犬山藩士、下山賢治の長男として生まれ、明治時代の日本の薬学者として著名な人物です。1873年、現、東京大学製薬学科に進学。同大学を首席で卒業し、製薬士の学位を受け、陸軍薬剤官と大学助教授を兼任。1883年に日本薬局法編纂御用係となるが、シュトラスブルク大学に留学し、フルキーゲルに学びました。帰国後、帝国大学医科大学の小薬学講座初代教授となり、小薬学の基礎を確立。薬分業に関する決意と意義を示し、薬学博士の第1号学位受領。日本薬剤師会会長などを歴任し、日本薬学会の発展に多大に寄与しました。